本ハムスカウト、エネオス渡来勇気20歳を絶賛。アマの段階から DH で、去年から全試合追いかけてるんじゃないか？ずっと天才言い続けてる。今年のドラ1はピッチャーじゃないとヤバいから縁はなさそうやね。ハムはドラ1即戦力投手ドラ2堀やろうから縁ないやろ。堀とか肩しか強みないのがバレたから毎年よくいる注意。下位の高卒キャッチャー枠に収まる。フリースインがあって聞いたんやけど、去年の日本選手権は0三振2四球やったぞ。2年連続で左の外野行くかね。ハムはもう外野いらんやろ。補強ポイントに合いそうなのは中日かな。2軍の外野を両翼捕手が守るくらいには足りないぞ。矢沢で間に合ってるやろ。金村みたいなのあと2人はいないとチームとして成立しないから投手行け。実質大学3年で社会人野球で無双してたらそりゃ1位指名されるわな。1番2番3番どこでも打てそうだな。センター補強しないと無理なんだが、今年このまま貧打で終わるチームがあったらいきなり中軸狙える存在として価値が上がるかも。まだ4月だぞ。マキエや、地味に3年連続1位単独指名のハム、ドラ2で残ってれば行くかもな。減ってきた横浜成分補充や、ご視聴ありがとうございました。